チャオ、あっちゃんです。今日12月の23日、金曜日、あっちゃん家のお昼ご飯です。冬休み入ると、もう適当なものしか作りませんということで、コウ君を適当に切って、お野菜、この前ね、切って残ってたお野菜が、キャベツと人参、まあ、それで使えます。この前、とんかつ食べても、冷蔵庫に入れてました。冷蔵庫入れても外で出しても顔なんだけど、外は寒いぐらいだけどね。で、一緒に炒めます。白ご飯と昨日の炊き込みご飯が余ってるから半分ぐらいでレンチンします。で、今日の朝のナット。ナットもね、朝パンに使ってんけど、量は違うパン食べたから、いいよね。で、レンチンしたご飯、今入れます。光がね、家庭科の宿題で、なんかご飯作りを手伝わなかったらしい。今日、切るもんって言うと手伝うって言うけど、残りもんばっかり作ってたから、切るもんなかったから。
で、ウェイパー巻いといて、ナンプラちょっとね、2人の宿題がね、ご飯を、ご飯と台所を手伝えっていうのが宿題らしいよね。軽く昼ご飯はこんなやったからね、夜はちゃんとね、なんか作って手伝ってもらいます。うん、うん、意外に味ついてる。で、ちょっとマヨで、はい、完成です。はい、これで食べたいと思います。はい、ということでお昼ご飯、適当に作ったチャーハンできました。では食べたいと思います。で、この前ね、買ってきたキウイを切ってみました。まだちょっと硬かった、うん、もう形がかなり立つけどね、うん、どう、味、味どう、うん、味ない、巻いて、キウイ、あ、まだ全然硬い、デザートっていうか菓子休めみたいな酸っぱいかな。
じゃあ飲みじゃない。なんだろう、しょう。もういいの？まだ甘くなってないな、まあ、美味しいけど。いらんの？ほらへん、いや、これいいよ。いらない。おいでよ。ずっと出てるわ。あ、そや、パソコンでな、ライブしたいんやけど、設定してくれへん。パソコン、アーク。うん、アーク、ライブしようかな。何を？設定してよ。Thank you.
ちそうさまでしたってことでね、うん、今日テレビばっか見えた手ずっと見てね、うん、あんまり喋らないんだけどもちょっとね今日は、うん、眠たくてね、うん、はい、銀シャリ、銀シャリまだ早いんじゃん。お、入っとった。もう入んねえ。ということで、あちゃんのお昼ご飯この辺で終わりにしたいと思います、うん、はい、ということで今日、12月23日、今昼1時、ね、この後ねまた冬休み始まりの日、天の誕生日で休日やし、まあ、ゆるい休日を過ごしたいと思います。あっちゃんはね冬休み関係ないけども、うん、休日は休日としてちゃんと休むから、うん、子供ちゃんとまたいろいろ遊びたいし、うん、ゲームしたり、うん、もしかしたら子供ちゃんはね各自ゲームしたら、あっちゃん暇になったら、うん、ゲームライブするかもわからへんし、一人でゲームするかもわからへんし、なんかしてます、はい、うん、ということで休みの日はね休まないとってことで、うん、きっちり休みを取りたいと思います。なんのこっちゃ、はい、ではまたね、バイバイ、次の動画でお会いしましょう。